なかなか痩せられん。年々太りやすくなったし、体も硬くなってきおる。腹筋やっても首や腰が痛い。スクワットやっても足が太くなるだけ。プランクやるけど姿勢良くならんし、お腹もへこまん。そういった原因はあまり使われてない筋肉が硬くなってる証拠なんです。今回は体が硬い人でも開脚ができるようになり、前屈が硬い人でも柔らかくなり、一回で体が柔らかくなるストレッチを紹介していきます。足を軽く開きましょう。まず足で振りましょう。順序正しく進んでいくことで体は一回でも変わってきます。まずは股関節から緩めていきましょう。ずっと座ったままやりますんで、スマホは目の前置いてもらって見ながらやってください。リラックスしながら体を伸ばしていきましょう。 OK。 今度は膝をパカパカと交互に動かします。手は後ろについてもいいです。こういう感じでふくらはぎ、ももの裏を床に叩く感じです。こういう感じでね、筋肉をね緩めていきましょう。これは実際に私がやってきてるストレッチの方法になるので、必ず開脚も伸脚もできるようになります。今度はちょっと膝曲げて足を内側に倒しましょう。あまり無理にねつけなくていいです。体をね横に振りながら、自然と股関節がね内側向くイメージで、開脚の際は股関節がね内側に倒れないと足が広がりませんから、180度開脚したいよって方はねこれが必要です。 OK。 今度は両足揃えて右左倒します。手後ろについたままでいいです。もし難しい人はねこうやってスマホ見ながらこんな感じでもいいです。ちょっと難しくなるけど、これでもちょっとずつねバージョンアップしていきますんで、ストレッチ初級の方も上級の方もね一緒にやってみてください。OK。 もう一度足開きましょう。90度でいいです。お辞儀を2回ずつ、つま先上げて1、2、反対1、2、今度は正面1、2、2回ずついきましょう。だんだんとね開けてきますからね。OK。 今度はもうちょっと開いてみましょう。動きは一緒です。2回ずつできれば膝がね曲がらないように膝伸ばして、つま先をねできれば上げたままです。だんだんと筋肉がね緩んできますから。今度はね太ももを軽くね叩きましょう。足の力抜いたまま。こういう感じでね叩いたりさすったりするのはねストレッチ中にすごく必要です。なぜかというと筋肉がね引っ張られてカチッて硬くなるんで、硬くならないようにね痛みに鈍感にさすことが体を柔らかくするためのポイントです。
方にいただきましょう。よっしゃ、オッケー。今度は足の裏を合わしましょう。ちょっと前にね、出してもらって、このまま体をね、揺らします。膝を手で、ね、押してっていうイメージです。これで股関節をね、外に開く可動域を上げましょう。手で押しながら、揺れます。だんだんと体がね、ふにゃふにゃになってきますからね。OK。今度ちょっとね、かかとを引き寄せて、足がね、こうやって浮いちゃう人でもいいです。手で押しながら、可動域をね、広げましょう。手で押すことによって体が倒れるようなイメージです。こういうイメージ。ストレッチ中に揺れるっていうことはね、体のね、緊張が緩みますんで、揺れながらストレッチはね、おすすめです。OK。じゃあもうワンパターン近づけてみましょう。もう今度つく人はね、しっかり押して、揺れましょう。もうペタッとつく人はね、上半身だけね、揺らしてもいいです。浮いちゃう人はね、さっきみたいに揺れましょう。つく人はね、もうこんな感じ。ちょっと手で押さえてね。だんだんと体が柔らかくなってますからね。OK。今度は、両方、こんな感じで。右左体をね揺れましょう。手はね後ろについてもいいし、足首に置いてもいいし、ももの上でもいいです。体を左右に揺らしましょう。目つむってでもいいです。力を抜きましょう。ちょっと痛いよって人はねさすってみてください。はい、じゃあもう一度ね、足をね、90度に開きましょう。つま先上げて、体を、このようにね、U を描く感じで、アルファベットの U を描く感じで揺れます。今度はね、割としっかりめに足を開いてみてください。このままね、手をついて、U 文字。U を描きます。だいぶ青くなってますからね。少しですからね。OK。今度はもうちょっと開いて足を前に倒しましょう。これで前かがみ。しっかりつま先前に倒しましょう。だいぶ皆さんできてるんじゃないですか。はどうですか。OK。最後は肘をついて体を前に持っていきます。肘に体重を乗せる感じ。グッ。
グッ。ちょっとお尻浮かしてもいいです。グッグッ。最後までやってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。